そうで、はい、使い分けっていうか、はい、さっきさ、その音色のこうグラデーション、はい、よく締めるのと、はい、あんまりかけない、わりかしストレートな音とか、はい、で何が違うのみたいな、まあ、を聞く分けるっていうか、まあ、単純に言ってしまえば音の好みだとは思うね、うん、はい、あと曲によってその必要とされるシチュエーションが違ったりとか、例えば、まあ、一般的にって言っていいのかな、まあ、僕の中では前後鉢で出てくる前鉢、はいはい、とか音合わせの時の前鉢の時の、ちなみに前鉢以外でねじむしないから、はい、なんか前鉢イコールそのねじむだと思ってもらっていいんだけど、その時の、ねじめは結構けしめで強くかけてるね、みたいな音程ちょっと聞き取りにくいぐらいまで、そう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 、あえてもう音程が聞こえない、うん、本当にだから音を締めてる、はい、うん、っていうのと、だこれはわりかし前後鉢の中では、鉢抜けの中ではあの強くかけてで、早いフレーズとかさ、ずっと前の方でチャカチャカやってるフレーズとかっていうのも出てくるね、はいはいはい、なんか、はい、とか、はい、まさにかましとかもそうだし、はい、の時は結構聞こえてるよ、うん、これをってやっちゃうとどうなるかっていうと、はい、何やってるか全然聞こえないんだ結構まあ昔の人とかでこういうところも強めにかけてるって、まあ、個性はそれはそれであるんだろうけど、まあ、実際問題あのフレーズが聞き取りづらくなってしまう、うん、前後鉢の中ではあえてちっちゃくして聞かせにくく してるっていう、はい、あの意図はあるんだけど、はい、あのフレーズを聞かせたいところってどうしてもあるから、特にこういう連続して、うん、って鳴らしてるところなんだ、はい、だからそういう時は結構ずらして浅めにかけるっていうことをしてる、はい、だからそういう風に使い分けをしてるかな。だからそのあやっぱ強めにかけられるようになったっつって、これでなんていうのこう躍起になってっていうか、あ、まあ、得意になっていろんなとこで、はい、やると、はい、あのまあちょっと音楽的にマッチしない、うん、箇所も出てくるかもしれないから、はい、だからまあ使い分けできるようになればベスト、はい、ここはこういう音を出したいなと思って、じゃあこれぐらいでかけようみたいな、はい、でコントロールができるとよしかなと思いますなるほど、うん、そう、あとね、はい、ねじめがねやっぱなかなかできない時のまあ対策っていうか、後ろからさこう前に来るわけなんだけど、はい、1,2,3,4,5,6,7,8、うん、あって時に後ろで2回叩いちゃう、1,2,3,4 って叩いちゃって次の1に行くときにすごい大振りになっちゃうパターン、はい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 、高いところからこの小指 あの背面をコマとかこの付近につけて、しかも親指をしっかりこう、3の糸にビシッてつけるっていうのは超難しいのね、はい、まあたまたまできたけど、はい、むずいっすこれ、はい、だからこっからやったら絶対外さないのよ、はいはい、じゃあその前はってなると逆算していくと、もうこっからだったら外さないでしょみたいな、うん、っていうあの簡単な方にちゃんと持ってってあげるっていうのかな、うん、ちゃんと後ろはちゃんと 100% で、うん、3拍目で 1,2,3 はちゃんと叩いておきながらも4はちょっとあの振りをあんま大きくしない、うん、で1はもう本当に優しくもう低空飛行って感じ、はい、もう糸からあんまりバチを浮かさずにこうやって高く浮かさずに糸を這うようにしてそっとそっとやっぱちっちゃい音出したいじゃない、はい、ちっちゃい音出したかったらさ優しくそっと出してあげるのは普通だと思う、はい、やっぱ高く速くってやるとバーンって勢いよく音出ちゃうからそっと、はい、で特に僕も結構そのねじめのこの倍音っていうのは強いっていうか、はい、なんか結構そのねじめのことってすごくよく聞かれるのよ、はい、現実世界でも、はい、そう で, そうでこの音をアタック音って勘違いしちゃう人が多くて、だから結構さ僕みたいにねじめ出したいと思ってなんか強くやってるのに出ないんですみたいな、強くやってるから出ないんだよねそれ、はい、そうあのこれはバチが皮にコツって当たってる音じゃなくて、親指が糸に当たって
なんかいい具合に振動を止めてる音なんです。ハーモニクスですよね。そう、ギターとかあのレースとかにもあるんだけど、ピッキングハーモニクスって言って、その弦の振動を、まあ、適度に抑えると、完全に鳴らしちゃうと全然こういうピーンって音なんないんだけど、うん、ちょっとだけ触れることで振動が、まあ、弱まってっていうか、まあ、工事倍音が出るっていう、はい、まあ、専門的にそうなんだけど、その音であって、うん、決して物が強く衝突して出てる音ではないから、はいはい、そこは気をつけた方がいい、うん、だからこの音出したかったら本当に弱く弾いた方がいい。こうやって強くやっちゃうと出にくいから、はい、ピン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 、2の糸しか、はい、っていうのをあのマスターしていただけると、なるほど、あのもうちょっとこの津軽民謡とかにかなり幅が出るかなと思うのでぜひこのちっちゃい音っていうのもあのみんなマスターして、はい、あのできるといいかなと思います。はい、これいいっすか。まずダメですっつってでしょ。なんかあの多分なんですけど、その一発でもできれば、うん、あのあとはもう それを 100% 毎回で出せるようになればいいっていうことになるわけじゃないですか、うんうん、でもその一発目が出せなかったら結構厳しいと思うんで、でなんだろう、その0から1にするのが難しい。そうそうそう、だからそのこれを守ればもう少なくとも絶対一発は絶対成功するみたいな、うん、なんかチェックポイントみたいなのあればいいのかなってちょっと思うんですよ。チェックポイントね、だからどう頑張ってもなんか出せないとかっていう状況だと、なんか独学でやってる時って結構難しい。まあね、なんかあの何でもそうだけど、直接見てないから、はい、その人がどういう問題でそれができてないのかっていうのは、まあまあまあ、原因が複数あるパターンがあって、はい、さっきアップで撮ってもらってる時に行ったりもしたんだけど、まあ、親指がこう寝すぎてて、そもそも物理的に糸と親指当たってないよねとか、はい、バチの持ち方がもう物理的に不可能だよねとかもあるし、はい、あとはなんだろうね、まあ別に小指の爪をここにつけるっていうのは、まあ、できるんだけど、まあ、つければいいだけなんだけど、そう、なんかいろんな問題で、複合的な問題で、例えばこうバチ先が横に流れちゃってるとかそのバチ寝て親指離れてるとか、まあいろいろあるからね、なんかその自分がどの原因で音を出せてないのかなっていうのをちょっとこう客観的に見る必要があって、これをやればできますよっていうのは今この動画の中で全て言ってるから漏らしてはないと思う、はい、だからいろいろ言ってる原因の中で自分がどのチェックポイントを外してるのかっていうのを見てもらうと、なるほど、あの一つ正解に近づくかなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、ご視聴ありがとうございました。公式サイトでは津軽三味線レイゼンモデル、クリル鉢、三味線ギグバッグといった最先端のアイテムを揃えております。概要欄よりチェックしてください。またチャンネル登録、 Twitter、Facebook のフォローもお願いします。